ば、これは やばいですよ。ガマ石。あ、たっけ。金色だ。金色。たっけ。待った。待った。8万5千円するぞ、これ。待った。待った、待った。ということで、本日、釣り具を、買おうコーナーです。釣り具のマルハンさんに来てます。はい。なぜマルハンさんかというと、こちら、僕が欲しいジャンルの、道具が揃っているということで、はい、今回マルハンさんで撮影許可をいただきました。いくらあるんですか？20万円あります。おお。今年はあの魚絶対釣りますんでね、これで。おお。えいじゃない、えいはいっぱい釣ったはずだよ。サメ。サメじゃない。ウツボ。行きましょうね。はい、行きましょう。はい、はい、入店しました。迷わずこのコーナーに行きます。もう、はい、あ、これか。そう、これ、これね、これですね。あ、こちらですか。はい。いやー、これですよ。これ石大コーナーですね。もう1本です。やば、これは やばいですよ。ガマ石。これね、ガマ石の中でも結構ね、高いものですね。これね、あ、でもお値打ちなのもあるね。あ、これすごい。これ原パ王ですね。これ赤いロットですね。これね、かっこいい。あ、ちょっとお手頃になってる。 30% オフになってます。あ、なってこれか。なってこれか。そういうことか。こっからなりますよ。ないんだな。これは原パ王。こちらも原パ王ですね。別注本式543。うわ、3本次ですね、これね。うわ、これも立派なロットですね、これね、石台には。うわ、これは、9万7000円からさらにこれ 20% オフになります。そうですね、結構な値引きやね。あ、これちょっとお手頃サイズですけどね、これね。あ、これ今が使ってるのと同じぐらいのランクかな。4万2000円から、20% オフになるってことですね。これは剛腕石台。あー、これもなんか良さそうやけど、やっぱり今日買うのはこっちですからね、皆さん。こういうのを買うっていうのは大体決めてきたの？もう決め打ちしてきてる。あ、そうなんだ。うん、もう決めてきてる。はい。え、メーカーはどこがいいとか？本当はガマ石。ああ、ガマ石ね。ガマ石欲しかったけど、ガマ石ちょっとごめんなさい。20万円超えてくるわ、これ。あ、そっか、予算オーバー。予算オーバーだな。今日はね、その他にもリールも買うぞ。え？ビトンも買うぞ。え？じゃあ全然この辺で。これぐらいの値段じゃないと、うん、ピトンもリールも買うってなると、これ13万だね。13万円。え、これ13万。これリールとピトン、うん、若い子高っ。あ、たっけ。金色だ。金色。たっけ、すげえ。なんかディスプレイついてるよ、ね、かっこいいね。でもね、かっこいいね。ピトンは、おお、ピトン高え。やば、ステン製。これ、うん、もう名前が口白。うわ、口白。口白台。待った待った、8万5000円するぞ、これ。この人。待った待った。でも口白ですよ、名前が。名前が口白か。縁起はいいですよね。釣れそうだな。うわ、これでも7万7000円する。マジか。まず、じゃあひとまず竿決めましょう。うん、ね、竿だね。はい。じゃあ次数が3本です、はい、でこれは、うん、4本4本、はい、4本のが短いってことですね。そうそうそう、遠征とか持ってくなら4本がいいですよね。まあそうですね、短い方がいいと思いますね、はい、これ見てもいいですか。はい、赤がいいな。これでも結構いい値段するの。うわ、そういう開き方。おー、あらー、かわいい色。3本。おお。伸ばしていただきます。はい。あ、いいですか。はい。軽い。へえ、うん、軽っ。おおおおお。どれぐらいの石台が釣れるんですか。例えば口白って言われてるようなのも釣れるんですか、これで。厳しいですかね。え、口白これで厳しい。取れるとは思うんですけど。取れると思う、うん、まあ70センチぐらいかな。
った。70センチ十分だ。70センチ十分な気がする。だったらいける。70センチ十分だよ。十分でかいよ。十分でかいね。クエゾーンに近い感じですか。そうですね。うん、じゃあ一番向こうのライトクエってやつ。10万するぞ。簡単に言うけど10万円する。人の金だもんね。ライトに行ってきた。ライトに行ってきた。ライトに。見てください、原パオライトクエ。すごい。でもおしゃれですよね、色も。うん、おしゃれ。リールシートがごつくなっちゃう。うわ、ちょっと待った。あ、もうすみません、リールシートごつくなります。はい、見てください、これ。全然違う。すごい。すげえ。ごっつ。いや、これ違うじゃん、物がもう全然。なんか素敵。今日でもいける。クエザを買いに来たわけじゃないんだけど。石台座をなんですけども。俺こっちだ。あやくんが座を上げる。俺こっちだダメだね。腰いく腰いく腰いく。あいけ。違う。クエザだ。もう現場でいいんだよ。元もう。おお。負けねえよあれで。ですね、ちょっとオーバースペックだね。確かに石台に、うん、まあ、三重とか、ね、和歌山もよく行きますからね。あ、そっち方面だったら全然こっち、全然こっち、うん、これなんかね、うん、赤くていいと思う。本当、うん、かっこいいね。この竿の見た目は私はすごく好き、うん、あ、動画映えます。赤金になる。かっこいい。赤金かっこいいか。いいんじゃない。いいんじゃない。本当に本当に。え、ちょっと待ってくださいね。これとこれの違いって何なんですか。まあ、もうベアリングの違いとか、はい、大きな差はそれぐらいかな。こっちの方が、はい、多分剛性が高いと。こっちの方が新しいね。あ、そうなんですか。出ますから。役員的にはどれが気になってますか。まあ、これ気になるんだけど、うん、はい、チェーン、シルバー、うん、まずシルバー、うん、おー、あ、でもかっこいい。え、めっちゃかっこいい。かっこいいよ、全然。え、全然かっこいいよ。いいね。お、いい、いい、いいね。え、全然かっこよくない。ほら、つけるとまた違ったね。いい、え、違う。これしよう、これ。これいいね。あ、ちょ、じゃあ一回金も味わっていいですか、一回ちょっと、うん、あ、ちょっと大きい、これ。でも、普通にそれも合いますか。うん、これもかっこいい。2万円弱か、差があるの。2万円、うん、2万差があります。でもね、2万の差がね、埋まらないんだよね、これ、色で。これもかっこいいよね。金のがかっこいいね。まとまってますけどね、こっちの方が。うん、まあね、ぱっと見は、うん、まずはね、はい、気持ちからも大事だから。あ、です、はい、あ、でも、2万円差が、これ5万5万2千じゃないですか。これって3万4千ですよね、うん、ほぼ2万円差があるやん、うん、この2万円分ピトンに触れるんじゃない。そしたら、あ、まあ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 、そういう考えもある。すいません、これって単純に質問いいですか。なんでチタンなんですか。軽いから。軽いから強度もあるっていう。ああ、そういうことですね。これチタンですか。あ、チタンって書いてありますよ、うん、チタン石台サウケセット、うん、マジョーラって。おー、よくマジョールじゃないと思う。あ、一緒ですか、これ。一緒一緒、あ、もう色がついてるかついてないか。そう。あー、なるほど。それで値段が多分ちょっと変わってくるんだよね。え、でも俺、これでもいいや。あ、これいいや。俺なんか、これ、傷ついたら嫌だもん。綺麗すぎて。あー、確かに。これは傷ついてもかっこいいけど、これ傷ついたらダサくなっちゃう。心も傷ついちゃう。そう。必ずね、こういうところ色を合わせてくるからね。あ、そのところは、ね、めちゃくちゃ軽いから持って。え、嘘だよ、マジで。マジでめちゃくちゃ軽い。つっつりな、持って。え、軽。え、マジで。マジだって、全然めちゃくちゃ軽いって、これめっちゃ軽い。え、何、思ってたのと違う。めっちゃ軽い。このピトン持って、めっちゃ軽いから。え、マジで軽い。このさ、金属の塊がめっちゃ軽いんだって。え、めっちゃ軽い、何これ。本当だ。だってこんだけのこれの方が重たい。うん、重いわ、全然重たい。こっちの方が筋トレ用だね。
こうやってこんな感じで折りたたみができるってことですね。こんな感じで持ち運び便利なの。あ、すごいすごい、あ、すごい、めっちゃ軽い。めっちゃ軽い、マジで。はい、ではね、こちら、現場王ですね、1台 MH544 というモデルになります。で、4本継ぎということで、姉妹寸法の方が多少短くなっておりますけど、まあまあ石台竿って長いですからね。こんな感じで、石突きからザーッとリールシートで、グリップの方も、非常にクエ竿にちょっと近いような感じですね。いや、非常にね、こうデザイン性もあって、なんかね、もう見てるだけでこう釣りに行きたくなる、ワクワクするようなね感じの一本になってますね。はい、これ3本目ですね。うわ、かっこいいなぁ。この赤色って言っても真っ赤っかじゃないんですよね。どっちかっていうとこうワインレッドのようなね感じの色合いになってます。はい、こちらトップの方ですね。先っちょはちょっとオレンジ色になってるのかな、視認性がよくねなってますね。はい、ではこちらスピードマスター1台の方ですね、こちらも非常にずっしりとしたねこう重量感がありまして、安心させてもらえるようなねこうしっかりとした剛性を感じられる作りになってますね。かっこいいなぁ。本当にジギングリールのでっかい版、そんな感じのね雰囲気も醸し出してますけど、液晶の方もねつけてみましょう。お、棚もね見やすくなってます。さあ、こちらピトンですね。高級感のある袋に入ってますけど、素材としては何でしょうかね。これピアノのこう鍵盤の上に敷いてあるような、あの赤いやつ、あんな感じな雰囲気です。手触りも同じ。あー、やっぱ軽い、すごく軽い。はい、こちらも非常に軽くてですね、コンパクトに、しまえるような感じになってます。使うときはこうカチャカチャっと、まあこんな感じでしょうね。はい、こちらね、こんな感じで、角度の方が簡単に調整できるような、ネジの方がついてますね。驚いたのが、設置するときにカチャッとこう設置して、ここを数回クッと締めるだけでもうしっかり固定できるような作りになってます。すごくこうカチャッとしっくりくるような感じに仕上がってます。今までのはね、安価なものを使ってたんですけど、非常にグラグラでグーッと締め込んでもまだ少し動くなっていうような感じはあったんですけど、これはほんとちょっと締めただけでも全く動かないですね。はい、非常に釣り人ならワクワクするようなねこう一本に仕上がってるんじゃないでしょうか。いやー、これでね早くねこう釣りにね行きたいですね。本当にワクワクします。かっこいい。以上、道具買ってみたでございました。ご視聴ありがとうございました。本日は動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。いいねコメントいただけたら嬉しいです。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録も押しておいてください。ベルマークもお願いします。言わないの、言わないの。おすすめの動画もねこちらありますんでね、よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。言わないじゃん。言う言う。